ケットを取るというのは私たちの業界でももうそれはもうなんて言うんでしょう、もうなんだなんて言ってた、なんだったかな、なーなんだった、それが本当に幸せだったのか、だから大の声がこれで終わりはしなかった、待ってました。そして空手部の矢部さんが漫画で一発ありまして、そして最近で去年なんか一番すごかったのノースタイルの井上君がタクシーに一発ありましてね。ルトロンをご覧の皆さん、ルミネに遊びに来てね。